一生元気に動ける体を作っていこうっていう、一個一個の動きに意味があって、屈伸する動きとかジャンプする動きっていうのは骨密度が上がってくるので、こういう開いて開いて閉じて、こういう動きは体幹、心臓のリハビリにすごくいいと思うので、なんか一緒に作りませんかっていうことで、彼の病院で毎週行って20人ぐらいの患者さんたちにまずこういろんなステップを教えてったんです。これだったら難しいとか、これだったらできるとかっていうのも考えつつ、なおかつデータを取って、その心臓のリハビリに使えるプログラムだったらどんな高齢者の方にでも安全性を確保できるだろうっていう、そういう考え方です。個人差あると思いますけど、85歳とかの方でも全然できると思います。